レーシングフォーユーのゆうかです。今日は選手仲間にも信頼厚いと評判の岡松忠樹選手にお話を伺います。よろしくお願いします。レース前ってどういうふうに神経を集中させるんですか？自分の場合はただ集中といってもあれだけども、冷静にですね、冷静にレースをしようと、それだと思って頑張ってますので。ちなみにレース中はどうです？そうですね、実はヘルメットかぶるとね、ちょっと羽外すこともありますけど、それは仕方ないですね。今年の抱負を聞かせてください。A 級だから恥ずかしくないレースをしたいだけです。それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。一生懸命やってるんですけど、なかなかレースができなくてすみません。一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それからも頑張ってください。あなたもオートレースで熱い体験してみませんか？レーシングフォーユー。